シカダイ。シカダイすぐ来て、招集だよ。招集？うん、雷門カンパニーが大変なことになってんの。雷門カンパニーを許すな。労働者を守れ。お前、白夜団なんだろ。よし、極夜作戦決行だ。どうせ君は動かない。動いたところで何もできない。すでに雷門カンパニー本社には警務部から可能な限りの人員を割いて。問題は、デモの参加者は忍者ではない一般人。どうした、ホイト。まさか普通の人と争うことになるなんてよ。なんだか。そう、それが仕事ってやつで。お待たせ。決まったわよ。あんたたちが任せられたのはカンパニー本社のすぐ近く。ほら、今だってそうだ。やっぱり口だけだ。すごい人数の警備だ。うわ、これ全部デモ隊？確かにこの数が押し寄せてきたら大騒ぎだわ。この配置、どこかで。将棋か。確かにそれっぽいかな。こことか王を守ってるように見えるけど、意外と穴があるんだ。おとり。じゃあ奴らが狙ってる場所はその研究所。俺たちの持ち場もカンパニーの近くが良かったな。シカダイ。ちょっとボルト。仕方ない、ここは僕たちだけで何とかしよう。もう後で怒られたって知らないからね。来たな、キバ。相手は忍者じゃないんだから、なるべく忍術は使わないようにね。上等だ。白夜団、どうしてここに。あなた方の狙いは雷門カンパニーでは。俺たちの本当の獲物はその忍術データだ。さっきからデモの人たちの動きを調べてたんだけど、なんか変なんだ。変って？うん。雷門カンパニーをぶっ潰せ。あれは、あ、おい、大丈夫か、おっちゃん。ワーカー。いや、とにかく急いで。白夜団のリーダーに発信機を仕掛けました。ワーカー、これを。え、何これ。それがあればチャクラを感知せずとも相手の居場所が分かります。おー、すげー。頭、そいつは一体何なんです？金目のものには見えませんが。へえ、こいつはいわば記憶装置さ。こいつにはこの世界に存在する忍術の情報をデータとして記録してあるのさ。はっ、うっ。追いついたぜ、コソドロ野郎。なぜ俺たちの場所が上がった？どこへ行っても無駄だ。こいつはお前らガキの手には余る代物だ。うるせえ、何でもいいから返せ。待て、しかない。どうする？やっぱり光太郎さんの言った通り、現実にかけられてる。解。超獣ギガン。部分媒介の術。カトン、キツネビ。あ、うわ、ちょっといきなり。あ、デブ。まとめて消し済みにしてやるぜ。え、鹿丸おじさん。めんどくせえけどよ、まずはちゃんとあの連中と向き合って
話を聞いてもらわないとな。みんな、俺の話を聞いてくれ。あれは、おかげさま。現実を使って、ありもしない不正をみんなに信じ込ませていた。現実？でもな、実際不満のある人は多いと思うんだ。この里は今も発展の途中だ。その中できつい目や辛い目に遭っている人もいるだろう。俺はそんなのは嫌だ。目の前のことを少しずつでも一つずつでも良くしたいと思い変わっていくことで、きっと物事は良くなっていく。木の葉の里をみんなが笑顔で暮らせる里にしたい。みんな力を貸してくれないか。一緒に木の葉を変えていこう。俺たちの仕事だ。しっかりやれよ、バカ息子。まさか、あいつら。料金。もう誰も俺たちを止めるものはねえ。そうはいくかよ。大手だ。しか